僕はいいあなたずっと名前呼ばれてますよううジーザスコーリングユー皆さん元気ですか元気がなくても大丈夫時刻は午後6時を回りましたお届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です 皆さんこんにちはギノワンン会プレゼンツジーザスコーリングユー第回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いください まずはじめに宜野湾聖書協会キムトンヨン牧師をご紹介しますキム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書協会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられますでは お願いいたしますはいこんにちは木の間聖書協会のキムですよろしくお願いしますはいそして本日も、うんえー、この番組を進行いたしますミキシングを担当します私 FM 議の案でできる男キャンがお届けしてまいりたいと思いますさて本日のテーマですが拒否されるエサウとタイトルしましたあなた ずっと名前呼ばれてますよ。ギノワン聖書協会プレゼンツ。ジーザス・コーリングユー。本日の、えー、聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所は創世記第二十七章の三十、えー、から三十五節を朗読してまいります。イサクがヤコブを祝福し終わり。 ヤコブが父・イサクの前から出ていくとすぐに兄のエサウが寮から戻ってきた彼もまたおいしい料理を作って父のところに持っていったそして父に言ったお父さん起きて息子の獲物を召し上がってくださいあなた自ら私を祝福してくださるために父・イサクは彼に言った誰だねお前は彼は言った 私はあなたの子、長男のエサウです。イサクは激しく身震いをしていった。では、一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところへ持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べてしまい彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。エサウは父の言葉を聞くと、声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。 お父さん、私を祝福してください。私も、父は言った。お前の弟が来て、騙したのだ。そしてお前への祝福を奪い取ってしまった。では、君先生、お願いいたします。はい、こんにちは。今日はあの30節から40節のところですけれど、今日はちょっと30個節までお読みしました。先週話したように、ヤゴブが祝福を受けて、 部屋から出たばかりの時にエサは帰ってきて、イサクにコチソを作っておいしいものを作って、お父さん、エサが帰ってきたよという、祝福してくださいという声をかけた。ところが、エサは神様の祝福、いや、イサクの祝福を受けることができない残念な内容です。脅威される 祝福から拒否される、拒絶されるという姿が記されていますが、誰でも祝福を受けたい、特に神様の約束あるサ作のその祝福を求めていました。ところが、サ作は非常に餌の声を聞いて、震えて恐れています。サ作は、 もう順調においしいものを食べて餌をだと思ってヤゴブに祝福をしましてそれで喜びますところが餌を祝福して餌を部屋から送ったと思ったのに別の餌が来て「お父さん餌を帰ってきたよおいしいものを作ってきたよ祝福してください」 今、エザオは誰だという。何回も確認したつもりで、もう確認の上で祝福をしました。ところがヤゴブは祝福を受けて出ていく。エザオが獲物を持って帰ってくる。それはたくさんの地間の間があるのじゃなくて、ほぼ一致するぐらいでしょうか。すれ違うぐらい。本当に近いところです。 兄さんは漁から帰ってきたというのをいつかすると遺作の前からヤゴブが出て行くか行かないうちにというもう際どいところですねもうちょっと早めにたったらヤゴブを捕まってお前何してるんだ言えるかもしかし際どいところでもう重ならなかったということですそれで イサ作の祝福を受けるために餌は本当に頑張って早く仕留めて獲物を取って急いで帰ってきたと思いますところが餌が現れるとイサ作は非常に激しく古いもう激しかったなぜでしょうか 今自分はおいしいものを食べて祝福をしてもう終わったと思って気持ちよくちょっと休もうとしている時餌が来てお父さんと祝福してくださいというまさにパニック状態になってますね何言ってるんだ私は今すでに祝福して送ったのに誰だと。 お前は誰だというところがお父さんが子供を祝福するということはとけんであり本当に子供がよくなるようにという祈ることはもうある意味では使命だと思いますところがその働きの中に息子がお父さんを賜ます 小さい頃子供たちがお父さんお母さんに嘘をついて少したますということと全然違う大変な大きな知見のようなことが起こってしまったということですその時イサクはもう震えてどうすればいいのと本当に戸惑いです非常に恐れています神様が自分から 離れているように感じ、恐れを持っています。イサクはいつも神様と共に歩んだと思いました。ところが決定的な瞬間にヤゴブを見極めることができない。一瞬にして神様が自分と共におられない。離れてしまったと感じるその恐怖に包まれたということで 私たちもね恐怖というか恐れを感じる時があります。自分の力では耐えきれないような大変な大きな問題に出会うと私たちはもう震えて耐えきれない。まさにアブラハムがサラを奪われた時も同じでしょう。自分の信仰がこの世の力の前で徹底的に無力になっているように感じる時です。さて、 これよりももっと恐ろしい恐怖に包まれるのは神様の御心に従って何でも主の御心に従って行ったと思ったのに神様が自分から離れているとそれを知っていると非常に恐怖を感じますしかしイサ作はその時何をするんでしょう 恐れて慌てて、もうそこで終わりじゃなくて、この困難から、イサクは神様の御言葉を握るということです。主の御言葉、主の約束の御言葉を握るということです。イサクは、ああ、そう、お前が餌をか。そしたら、ヤコブの祝福を向こうにして、お前を祝福する、もう一回やろう。 そのようには言いません今日読まなかったところでは、エサウは弟であるヤゴブに使え、あなたはこうなるよという呪いのような言葉をかけるのを見ることができます。私たちの人生の中で何がたか大きな問題があり、間違いがあると思うとき、そのとき私たちは、 主の御言葉に戻り、主の御言葉に従い、主の御言葉を握って従順する必要があるということです。私たちが話したように、イサクはエサウを特別に愛してエサウのためにいろいろしようとしました。ところが、エサウに祝福しようとしても、ヤゴブが騙して祝福を横取りしてしまったと。 今日書いててあるようにヤゴブを祝福してしまったもちろんこの祝福したことされたのはヤゴブですがイサクはここで完璧に完全に騙されてもうどうすることもできなくない状況ですそこでイサクはヤゴブを呪うので 神様がヤゴブを用いることを覚え、ヤゴブを出国したのを認めるということです。それで、主の御言葉、エサウは弟であるヤゴブに仕えるというその御言葉を覚え思い出すということです。ところがエサウはどうでしょうやヤゴブにまたやられた。腹が立ってます。それで、 ヤゴブが祝福を受けて横取りした。それを聞いてお父さんにお父さん、私も祝福してください。私にも私にも何度もしつこく求します。人間的に考えるとエサウは十分理解できます。ヤゴブってひどいやつだね。彼はお兄さんの祝福を横取りして。ところがエサウをもうちょっと緊密する。 行ってみたいいと思います35個節のところでお前の弟が来て騙したのだそしてお前の祝福を横取りしてしまったのだヤゴブは本当にその祝福を横取りしたということを明確に言いますこの言葉を聞いたエサウは彼の長いヤゴブというのもこのためか 2度までも私を押しのけにしまった私の調子の権利を奪い取り今私の主国を奪い取ってしまったと憤慨していますヤゴブは人間的な様子を見ると本当に何でそのようにするのかと思うぐらい間違いどころもたくさんありますしかし神様の御心もそこにあるということ それを見極めるのは非常に難しいです。ヤゴブが神を褒めたたえることができる理由は何でしょう神の祝福を受ける資格がないのに祝福を受けるということです。すなわち、アブラムとイサクは私たちが見ると彼らはやっぱりアブラムだね、イサクだねと思うような絵が描かれています。 ところがヤゴブはあいつはねなんかちょっと物足りしいろいろ嘘をついてるし騙してるしまさに私たちとよく似てるじゃないでしょうかそのようなヤゴブが神様の祝福を受けるということですねエサウの特徴は何でしょうエサウは自分をすごく高く評価しています祝福を受けるのにふさわしい存在として 自分を高く評価しますところが神様の恵みを受ける条件は自分が熱心があって高く評価されるのではなく謙遜であるということです。ヤゴブが祝福を受けたとしても謙遜になるまでその約束だけを握ります。後に漱石をずっと読んでいますとヤゴブは 大変苦しみを受けながら謙遜に減り下って神様の心にしがうように主の御言葉に従順するようにどん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 低くなります謙遜になります教会も遺作のようで間違えて判断する時がありますこの人はいいと思ったのに失敗する時もありますところが 今日大切なもう一つは37節のところを見ますとイザクは私は彼をお前の主として彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えたヤゴブを祝福する言葉ですねそれでエサウは神様の祝福はあれしかないでしょうか私にも祝福してください私もお父さんとして 子どもにもっと祝福したいです。38節の言葉で、祝福はひつしかないのですかという叫ぶ餌を見たら、かわいそうと思って、もういろいろちょっと集めて、かき集めて、これを祝福しますとしたいです。しかし、イサクはその餌の欲求,求を断ります。拒意します。拒絶します。表現方法は、 この世の祝福の形をとって祝福しますが、イサ作の祝福は誰をとして神様の救いが成し遂げ、精霊の働きが誰をとして望むのかの問題です。すなわち、ヤゴブの子孫としてイエス・キリストが与えられるという。それで、サ作にはとても厳しい言葉をイサクは餌にかけます。あなたは、 弟に使えるんだ弟に使うんだそうしながらあなたは住むどころでは地は超えることがなく上から天の地由もない何をしてもできないように語りますとても厳しい言葉ですねところがその厳しい言葉っていうのは餌を一人で自分で 開拓して自分が道を開いて生きることではなくエサ餌をは生きるためにはそのヤゴブに使える必要があるという。旧約聖書を見ると、イスラエルの中で一番たっとい人は、神の恵みを受けるため、出ていく来るトレイである。それを見ることができます。容赦の時、気分のところに 本当にトレイになるか、主の宮で使えるのを見ることができます。私たちは信仰生活というのは自分の力で守るということであります。神様の恵み、神様の助け、神様の御言葉を握るのが必要であるということです。それで低くなって減りくだって、主よ私は。 何にも持ってません。何にもできません。主を憐れんでください。助けてください。叫ぶとき。神様は私たちを助けてくださり、用いてくださいます。しかしエサオ、餌は自分は偉い存在であり、立派な存在であり、神様の遺作の祝福を受けるのに、自分しかないと思うような、高慢な存在でした。 私たちはヘリグだって、マの信仰は自分自身をヘリグだって、謙遜にするということです。私じゃなくて、私たちはエサオとヤゴブのような存在です。困慢な人であり、嘘をついてたますような人です。そのような私たちには訓練が必要です。ヘリグだること もっと涙を流しながら他人の祝福を認めてそれを祝福するそのような時私たちは真実になります私たちはこの餌をとヤコブの話を通して神様の前で謙遜に減りくだって歩む私たちになることを願いますありがとうございますありがとうございました 本日の感想なんですけど、えー、ヤコブがまさか騙し討ちをするというのは意外でしたそうですね、はいあのー、やっぱりヤコブはもう最初から約束されてるわけじゃないですかそうです、ね、なのでもうすべて持ってるわけなんですけど、まあ、そんな彼でもやっぱりちょっと人間的なところがあったんですねだからそういうところとかっていうのもやっぱりこの聖書を読んでてこの昔からやっぱり変わらない面もあるんだなって思って。 あのいつも読み進められる面だなと思いながら今日は聞いておりました。はい。ではキム、えー、先生リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。はいお祈りします。愛する天のお父様、主はエサウは弟であるヤコブに使えるという、それを生まれる時から約束し語りました。 それをししましたその時、イザクはとっても恐れ恐怖を感じますが、主の御言葉に戻り、主の御言葉を握ります。私たちも目の前にいろいろな問題があって恐れる時、主の約束の御言葉を握ることができますように、主の御言葉を覚え、 シダを中心することができますように助けてください。何よりも、私たちは今日も明日も、主の恵みが必要です。主の助けが必要です。私たちを恵みを注いでくださり私たちを助けて導いてください。イエスキスの皆によってお祈りします。アーメン。 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて誠心誠意提案してくれました。大切な人を偲ぶ場所、お墓。二十四時間、三百六十五日。三国にご相談を。零一二零三九二七五六。三国株式会社。 ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね海が好きだった父、決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所、お墓。 二十四時間365日三百六十五日ミクニにご相談を零一二零三九二七五六ミクニ株式会社あなたずっと名前呼ばれてますよギノアン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー ジーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方はよろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催していますどなたでも歓迎いたしますまた今日食べるものがない夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なく すぐにお電話ください電話番号は098-890-1350です私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主にギノアンの小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子供の居場所作りをしています希望者には夕食も準備しています関心のある方はお問い合わせください以上 すべてのお問い合わせは098-890-1350098-890-1350ノ野湾選手協会までお願いいたしますギノ野湾選手協会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です今流れているエンディングは「ほう息子というタイトルでキム先生の息子のサムエルが作り歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態 ここまで悪いことをしてきた自分は今さら教会になんか行けないだって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っているんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三国グループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーは宜野湾選手協会 キムという牧師そしてミキシングと進行は私 FM ギノアのできる男キャンがお届けしてまいりましたまた来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょうでは最後にヘブライ語で神様の,あ神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れいたしますシェキナー 「痛いさに気づきました」<forwards> し「痛いさに気づきました」「痛いさに気づきました」「痛いさ